ハニューる、プーサンビロイでファンを感動させる。涙が止まらない感動ストーリー。フィギュアスケートの四大陸選手権で、ハニューるが驚異的な演技を披露しました。彼は世界歴代最高得点となる111.82点を獲得し、首位に立ちました。しかし、話題となったのは演技後の行動でした。ハニューるは投げ込まれ、たくまのプーサンのぬいぐるみを自ら拾い上げ、次の演技者に対する配慮を見せたのです。 ハニューユズルの演技はいつも完璧です。彼は、バラード第1番というメプログラムを2年ぶりに披露し、会場を沸かせました。冒頭の4回転サルコを成功させ、ジャンプ、ステップ、スピンといった要素も見事にこなしました。観客からは凄まじい数の熊のプーさんのぬいぐるみが投げ込まれ、銀盤は黄色く染まりました。この時、フラワーキッズたちが一斉にプーさんを拾い上げましたが、驚くべきことに。 ハニュー・ユズル自身も手を伸ばしました。彼は観客の声援に応え、大量のぬいぐるみを拾い上げ、リンクサイドに運びました。これは非常に珍しい光景でした。次の演技者はジェイソン・ブラウンでしたが、ハニュー・ユズルは彼の演技に影響を与えないよう配慮しました。この粋な計らいには、ネット上でも大きな反響がありました。国際スケート連盟、イス、公式ツイッターは、観客がプーさんのぬいぐるみを投げ込む様子を動画で公開しました。 また、日本のファンからは、羽生結弦の行動に対して、賞賛の声が上がりました。ハブくん自らフラワーボーイ。次の人のために一緒にプーさん片付けるハブくんが素敵すぎた。プーさん拾ってて偉い。こんなシーン初めて見た。プーさん拾うハブくんも素敵だ。などとコメントが寄せられました。このような行動は、羽生結弦の強さと優しさを象徴しています。彼は常に競技に集中し、自分の演技に全力を注いでいます。しかし、 同時に他の選手や観客に対する思いやりも持ち合わせています。彼の行動はスポーツ界全体に良い影響を与えることでしょう。波ユズルのプーサンビロイは単なる行動ではなく、彼の人間性とスポーツマンシップを物語っています。彼の存在はフィギュアスケート界において大きな意味を持ち、多くの人々に感動を与えています。最後に、私たちは波ユズルのような選手がいることを誇りに思うべきです。 彼の行動から学ぶべきことタッく羽生結弦、ハニー・アイ・ヤーラは、フィギュアスケート界で非常に有名な日本の選手です。彼は数々のメダルとタイトルを獲得し、その演技の美しさと技術の高さで賞賛を浴びています。羽生結弦の演技後の、プーサン・ビロイは、2014年のソチオリンピックのフリースケーティングで初めて行われたものです。羽生結弦が演技後に投げ込まれたプーサンのぬいぐるみを拾い上げ、リンクサイドに運ぶ姿は、 彼の優しさと思いやりを示す象徴的な瞬間となりました。この行動は観客からのプーさんのぬいぐるみの大量投入に対する感謝の気持ちと次の演技者に対する配慮を表しています。ハニューは一人の選手としての成功に加えて他の競技者や観客との関係性やスケート界全体への貢献にも重点を置いています。ハニューのプーさんビロイは彼の人間性やスポーツマンシップに対する称賛をあり、 多くの人々に感動を与えました。彼の行動は、スポーツにおける競争だけでなく、人々とのつながりや思いやりの大切さを教えてくれます。ハニュー・ゆズルは、フィギュアスケート界において非常に重要な存在です。彼の演技は技術的に素晴らしく、観客を魅了しますが、その人柄や価値観も同様に注目されています。彼はスポーツ界での模範となる存在であり、多くの人々に勇気や希望を与えています。 ハニュー・ユズルのプーサン・ビロイは彼のキャリアの中で特に印象的な瞬間の一つとなりました。その行動は彼が優れたスケーターであり、同時に素晴らしい人間であることを示しています。彼のファンである人々は彼の成功とともに彼の人間性にも魅了されています。